プッチパラートは、スペイン・カタルーニャ州タラゴナ県にあるムニシピオ、アルトカム郡の南部に位置している。フランクリーガーとガイアー川によって挟まれた平野部の高台に位置する。プッチパラートの領域内には古代ローマ時代の遺跡がいくつか発見されている。また、中世のかつての死壁にあった市街地へ入るための門のうちの一つが今も残されている。何世紀にもわたって、 この地の主要な経済活動は農業であった。土地は複数の作物が混合して栽培される混合栽培ではなく一つの作物が栽培される単一栽培方式によって栽培され、その主要な作物にはブドウ、オリーブ、アーモンド、ヘーゼルナッツなどがある。現在の農業活動は減少傾向にある。農作業に従事する人口の高齢化と 若年層の農業十字比率の減少は、工作地の放棄と工業界の歩みはこの地の伝統的な景観の保持について否定的な影響を与えることが危惧されている。自治体内で最も重要な歴史的建造物は、教会で13世紀政作の彫刻が保持されていたが、現在タラゴナ市教区美術館に収蔵されている。自治体の守護聖人は、サンタマリアで8月15日は、 最も重要な祭日とされている。ありがとうございます。